あ、スーパーチャット黒さん、ジジイこの金額に文句言うのは知ってます。言ってないです、言ったことないです。240円ありがとうございます。いや、僕はね、僕は一回怒ったのは、そう、嵐とかわざわざそんなね、お金を払ってピーピー言うなっていらないって言ったの。そう、それが一度ありました。2回か3回か分かんないけど、投げ銭して投げ銭払ってんだから好きかって言われて感謝の気持ちを伝えないのはおかしいっていうね、なんか言ってたんですよ、どっかの配信で。240円だろうがなんだろうが、お金をもらってる以上文句は言うなって言われたんですね。で、それがすごい納得いかなくて、いや、お金をね、いただいても、なんか言われのない変なこと言われても、こっちはもうムカつくから僕は言うよって言ったんです。だから分かってねえやつはもう投げ銭してもブロックしたことあるし、だって分かってねえんだもん、バカだから。でも1週間ぶりにフォートナイトやっても一応ビクロイできるな、しっかり遅延入れば。スナイプとか変なことされたら無理だけど、一応一般の部では全然できるな。おお、一撃気持ちいいの。うわ、なんかいる。横目で見るなー、すげえ。待って、昔さ、もうあの子さんのリスナーさんならわかるけど、3時間配信を1日3回やったりさ、で深夜長くやってたりしたけど、もうできないな今。あん時は体力あったからな、ゴルフ行ったり、あの沖縄行ったりして、体力はほんとなくなった。日本ってさ、すごい、なんて言うんだろう、一度失敗したものに対してさ、すごい厳しいんだよね。何なんだろうね、これね、この文化みたいな。なんか自己破産とかさ、破産した人にも結構厳しいらしいんですよ。で、トランプ大統領なんか、いや、あの、私がすごい調べたわけじゃないんで、あの、本当にあの、にわかなんですけども、話聞く程度だと、4回ぐらい自己破産してるらしいんですね。だ、そういう人が大統領になれたり、今、過去なんかどうでもいいんですよ。今何をしてるかっていうのが一番重要らしいんですよ。普通にね、日本もそうしたらいいのかな。過去ばっか気にしてさ。だから、ダルビッシュさんが言ってましたけども、なんか過去どんなにすごい監督だろうが、なんだろうが、コーチ陣だろうが、今現状チームが調子が悪かったらすぐ解雇になるらしいですよ。すごい世界ですよね。いや、わかるけど、例えばね、あの、入れ墨とかタトゥーが日本で行けない理由がわかるけどね、そういうなんか破門された人とか、そういうヤクザ系とかね、歴史があるから、まあそういうのはわかるんだけども、自己破産とかそういう、なんかね、関して、その日本のなんか常識みたいな、それがよくわかんない。歴史にちゃんと載ってればいいけどさ、あんまりわかんなくない、なんか一回失敗したらダメとかね。てめえは俺を怒らせた。何を言ってんだお前。かかってきなさい。いつでも相手になってやるよ。多分さ、こんなこと言ってるけどさ、最近運動してないから、例えばね、仮に同じ階級の人がいてスパーリングとかやったらボッコボコにされるんだろうな、多分。昔の感じで言ったら体重いだろうし、スタミナだって多分パン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 打ったら多分20秒ぐらいで疲れちゃうだろうし。おっと、目の前に流れねえんだよ。やべ、ほっぷねえ。うわ、最悪だな、性格悪いな、ほんと焚き火して、ほんと嫌なやつだな。青ニット大体、青ニットなんだよこういうやつ、大体青ニットなんです。なんこいつ、エイムが悪い。勝ってえな、ほんと青ニット。文句ばっか言ってる。ゆとりです、ありがとうございます。先月、いや2月、2月14日僕の誕生日、ありがとうございます。 Thank you。あ、泳いじゃダメなのね。これ泳ぐわけないじゃん、あっさり。この川、この池は死んでますか？いや、見たらわかる。死んでる川やん、これ。こんなところで泳ぐ人はいないですよ。ほんと。これいらないですよ、これ。泳いじゃダメですよ。泳がねえだろ、こんな川で。バッチリです。でも、今思ったけど、昔ってさ、まあ僕が小学生の頃さ、近くの川とかね、すごいね。もうドブみたいなね、川があったんです。あん中入ってさ、ザリガニとかさ、なんかさ、捕まえたりして、やばかったよ。ヘビとか。よくあんなとこ入ってたなって。
怖いよな。ヒルもいる中さ。で、誰かヒルに足噛まれてさ、あー血出てるとか、ふざけてたけど、普通考えたら今の子やんないよな、その危険なことね。近くにある川はさ、埋められたりしたし、もう川がないもん。小さな川とかね、ザリガニの匂いとか。お。見えねえ、ごめん。おお、早いな。ああ、もうダメだ、やめよう。相手にならなかった。どこ崩せばいいのか分かんない。落ちた。うまいんだよなこの人。やばいやばいやばい、やらかした。なんかこいつ、なんだこの人、もう建築うまいな。勝てる気がしねん、勝てる気がせん、勝てる気がしないな。これはすごい早いな建築。すごいなこれ、資材めっちゃ持ってるな。いいよ、この人マジ強いよ。いやもうだるいって、もうなんなんこいつ、しのべやよ。え、誰、ワンダウン。白ダメじゃなかった、私の勘違い。いやもうだる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 、あーあー終わったかも。厳しいですね。周り完璧。 OK。 うわ、いいよ、ラストワン、上がってくるしかないか。でかい。あぶねえ。さあどうする。がね、うわー浮かれた。下手くそだったな、マジか。ヘビ砂に抜かれたわ最後。えぐっ。